こんにちは、エルコです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。今日はちょっと短い動画があるので、ぜひ最後まで見てくれたらめっちゃ嬉しいです。ちょっと面白い告知があります。では、スタート。OK、もし私のチャンネルを初めて見てる人だったら、エルコです。いろんなカメラに関係する話、ポートレート撮影、光の使い方などの話アップしてるので、初めての人だったら、ぜひ下の赤いチャンネル登録ボタンを押してくれたら、めっちゃ嬉しいです。そして今日はカメラ技術の動画アップしようと思ってたんだけど、私1時間半後ぐらいに撮影行かないといけないから、もうレンダリング間に合わないので、ちょっと別の話を今からします。あとね、告知に入る前に、昨日めっちゃ面白い動画アップしました。高いレンズ VS 安いレンズ、たくさん見てくれてありがとうございます。まだ見てない方がいれば、この動画見てからぜひそれも見てください。そしてたくさんコメントありがとうございます。で、来週というか、6月18日と19日に、東京じゃない、東京と横浜、いつも間違えるんだよね。横浜のパシフィコ、みなとみらいでイベントが2つあります。無料で参加できるかなり面白いイベントが2つあります。両方にも出て、そして実際にいろんな話をするので、今何を話すかを、話します。私、明日からも東京じゃなくて横浜に行きます。で、18日に PAF というイベントがあって、そこでPAF のセミナーを一つします。で、いろんなメーカーが出ます。かなり面白いイベントになっているので、いろんなメーカーもいるし、いろんな、カメラマンがトークショーをしたり、セミナーをしたり、なので、かなり面白いイベントになると思います。確か今年初なんじゃないかなと思います。で、PAF というイベントで、私もセミナー2つやります。18日に2回やります。で、まず、10時から10時50分まで、40分、50分ぐらいは、だいたい私が、フリーランスカメラマンになりかけてたぐらいの頃の話をいろいろします。どんなことをやってたのか、お金が全くなかった時にどんな感じで工夫してたとか、もう私の当時の通帳とかも見せながら、どんな風に機材を買って、ちょっとずつ仕事ゲットしてたり、とか自分の営業の話もいろいろマーケティングの話とかいろいろするのでぜひ、早い時間なので朝10時からなのでぜひ遊びに来てくれたらめっちゃ嬉しいです。そしてその次は、時間がちょっと空くけど17時から17時50分、イベントの最後のセミナーも、私のセミナーになるけどその時はもう実際にライティングの話とかいろんな、機材とか面白いライティング、ストロボ LED ライト、いろんな面白いライティングの話をするのでぜひそれも遊びに来てくれたら最高に嬉しいです。10時と17時どちらも45分50分ぐらいのトークショーになります。どちらも、実際にもし私の本とかサインまだもらってない方がいたりとか何か聞きたいことがあれば一緒に写真撮りたいとかがあればどちらも OK です。で、その間の時間は結構長いので、確か11時から17時まで一体何をするかというと、会場にはいます。ただ会場にはいるんだけど実は同時に近くのパシフィコでもう一つかなり面白いイベントがあります。フォトネクストも今年あります。フォトネクストは18日には特にセミナーはないんだけどちょっと邪魔しに行こうかなと思います。なので18日はだいたい PAF の会場にはいるんだけどもしかしたら途中でちょっとお昼過ぎにはフォトネクストにも顔を出してちょっといろいろ見たりしようかなと思います。それが18日の、予定で、そして19日にフォトネクストに出ます。フォトネクストのセミナールームというか結構空いてるスペースだと思うけど、セミナールームでゆりこさんがモノブロック使ったら600ワットのでかいモノブロックを使ったら何を撮れるかという実際にモノブロックを使った撮影のトークショーをします。結構この2、3ヶ月ぐらいいろんな環境でモノブロックも使ったのであまりモノブロックのイメージじゃないかもしれないけど、たまにはその大光量が必要な時があったりするので、その話をします。その時も結構面白いライティングをしたりするし、安い機材でのかなり凝ったライティングとかいろいろ見せたりするので、ぜひそれも遊びに来てくれたら嬉しいです。それはフォトネクスト
のセミナーです。フォトネクストの URL も下の概要欄、PAF の URL も下の概要欄に入れるので、興味ある人がいればぜひチェックしてください。そして確か、去年は必要だったかもしれないけど、フォトネクストは無料登録が必要だけです。参加は無料なんだけど、フォトネクストのウェブサイトに確か無料で、登録しないといけないかなということです。で、フォトネクストにも19日に、いろんなイベントがあります。いろんなセミナーがあるので、かなり面白いカメラの祭りになると思います。というか、両方18日も19日にもかなり面白いカメラの祭り的なイベントになってます。そして最後に、これは最後の告知。最後の告知になるけど、7月2日は鹿児島でセミナーと撮影会をします。鹿児島の方がいれば、ぜひ遊びに来てくれたらめっちゃ嬉しいです。4部しようかなと思ってるけど、こんな感じの、大体少人数でやろうかなと思って、実際にいっぱい撮影できたり、いろいろ話したりとか、ゆっくり撮影できたら、結構面白いイベントになるかなと思います。なので、7月2日は鹿児島です。OK! ちょっと今からさっさと編集してアップしないといけないので、これでこの動画を終わりたいと思います。もしどちらかのイベントに参加される方がいれば、ぜひ下のコメント欄に入れてくれたらめっちゃ嬉しいです。あと何か聞きたいことがあれば、またぜひコメントに入れてくれたら嬉しいです。では、この動画はこれで終わりたいと思います。初めての人だったら、ぜひ下のチャンネル登録ボタンとイエイボタンも押してくれたら最高に嬉しいです。そして昨日は高いレンズ vs 安いレンズの動画、実際にローファイルもあります。その動画もアップしてたし、その前はボケ、背景をぼかす方法、6種類とかいろいろアップしてたし、まだその動画見てない方がいれば、ぜひその動画を見てくれたら最高に嬉しいです。では、また次の動画で会いましょう。バイバイ。イルコでした。